はい。じゃあ次の、テーマに移っていきたいと思います。販売メニュー、特典についてっていうところで、今回初回のトークンの発行を行った際に、様々な特典を用意したものを販売させていただいております。それについて、ちょっと紹介っていうか、できたらいいかなと思います。そうですね。まず、この商品を何にしますかっていうところからが、急に、どうしようっていうところの面白さの一つでもあったんですけど、まあ、今回、これ本当にこう事業だから、まあ、オンライン総公開、商品を作ってる段階では、たくさんの方が来ると思ってるんですけど、実際、蓋を開けてみたら数人だったっていうところもあるし、オンライン総公開と、あと、もう一つ、なんだっけ。あ、企画のところも結構いろんな方と企画できたらいいなと思いつつも、まあそこら辺はちょっとまだニーズとは違ってるのかなっていうところで、まああと、僕の、体操指導っていうのは、まあ一つ、商品の中に並べるっていうところで、僕も、そんなに、安くで置いとくわけではなく、高めに設定して置いてるっていう。で、じゃあ選手のところはいくらにすんのかっていうところで、まあ5万っていう形で、並べていったんですけど、まあ、こっちは並べるのはもうね、勝手だから、並べられた方を勝手に値段までつけられて、選手たちはどんな風な心境だったのかなっていう、トークが始まるよって言ったら突然こう自分たちが商品としてこう並んできたっていうことなんですけど、それなりにね、なんか売れたり売れなかったりとか、まあただね、この今回のトークンっていうのは、別にそれが、売れる売れないっていうよりは、それのこの応援の、証っていう形で5万円分のトークンを手にしているのと、まあ次のテーマにある NFT っていうところがあったりとか、まあ今後その5万のトークンの数、まあ、5万円相当の、トークンは今後値段がついてくるので、トークン数っていうのは決まってくるんですけど、それによってできることできないことが増えてくるので、必ずしもその商品だけっていうメリットではなく、今後たくさんのものがついてくるんですけど、まあ、見え方的には、値段がついて、売れたか売れてないかが数字で見えて、日々、過ごしてたかと思うんですけども、高明と和也はどういうふうな心境だったのかっていうのをちょっと聞かせてもらっていいですか？じゃあ、僕から、まず最初見たときに5万円っていうのがついたのは、高いな。そんなに、なんか強気だなって言ったらあれですけど、そんな僕のあれを、支援に5万円も出す人がそもそもいるのかっていうふうに思ったっていうのが率直な感想で、やっぱ試合とかは別に、まあ、チケットの代金払えば見に来れるし、応援とかは僕のことを応援してますっていう、このフラッグとかを上げてくれる人は別にそれに特別5万円っていうお金がつくわけではないので、払ってそういうことをしてるわけではないので、そもそも5万円っていうところに誰か買ってくれる人がいるんだろうかっていうところを疑問に思ったんですけど、まあ、ありがたいことに僕のところは全て買っていただいたということになって、で、なんかそれを見たときに、あ、自分のやってることっていうか、自分の競技、自分に対してそんな、なんて言うんだろう、価値があることをしてたんだなっていうふうに実感できたっていうのが一番大きくて、まあ、やっぱどこか、自己満足の世界っていうか、自分が頑張って、自分が結果出して、自分が嬉しいみたいな、まあなんか、自己完結っていうか、自分だけで終わっていたっていう感覚があったので、これが僕が体操することになんか社会的に何か意味があるのかとか、多くの人に何かを残せてるのかっていうのは、まあ前々から疑問に思っていた部分ではあったので、それがこういう目に見える形で、こう、現れたっていうのは、何か一つ、このやってきたことが報われた瞬間なのかなっていうふうには感じました。ありがとうございます。
高明は。はい。僕はそうですね、最初商品バーって並んでみたときに、まあ選手一人一人の、まあ応援の証っていう形で5万円っていう形で載ってて、僕はそれを見たときに、あ、なんか自分もっと頑張んないとなとか、すごくこうパッて見たときに責任を感じたというか、より5万円っていう価値を極地25万円が、まあ、完売したら、つく。まあ、選手一人に対して、その、まあ、完売したら25万円の価値がつく。それ以上の買ってもらった人には僕は価値を持ってもらいたいし、僕のことを応援してくれた、してくれてる方に対して、まあ、本当にいろいろこう体操を通じて感じてもらいたいなとか、まあ、感動を僕は届けたいなっていうのをすごく思っているので、本当にあれの商品を見たときに、もっと自分自身に対して体操にもっと向き合って、伝えるべきことをちゃんと伝えていきたいなっていうことをあの商品を見て感じましたし、本当に僕もありがたいことに、全部完売して、より一層今は本当に目で見え、数字として見えてるので、本当に責任もより感じますし、どうやってこう伝えていきたいかなっていうのも日々考えながら、あの練習に取り組んでいるなっていうのは感じてます。ありがとうございます。なんかここら辺が、プロのスポーツ選手とかとなんかこう違うところなのかなっていう、こうサッカーとか野球って明らかに自分たちの競技を見に来てくれてるこの来場者数で球団の、その、まあ、収益につながったりするわけじゃないですか。自分の T シャツが売れるとか。で、僕たちそこまでさらされてないので、でもこうやって、今回こういうのをきっかけに、ね、自分たちの、金額だったりとか、それが売れてる売れてないとか、なんかね、そういう考えるきっかけになるのかなっていうふうに、思いましたし、まあ、それによって、ね、なんかこう、よりそれ以上の価値を出していこうっていう気持ちを持ってもらえてるのはすごく嬉しいなと思ってます。はい。シンタクはどう？はい。二人から話があったように、この価値が見えるっていう、ところがすごく大きいなっていうところと、まあ、残酷さもあるなっていうところもを感じながら今日々見てるんですけど、正直この支援が集まっていく中で、大きくなっていく中で、あとトークの内容とかを見ていく中で、まあ、やっべえ、俺何もまだしてねえとか、なんかコミュニティスコア少ねえとか、なんか、何をしたらいいんだろうっていう考えることがすごく増えたなっていう、単純に。それがやっぱりスポーツをするチームだったり、してる選手に対して、なんかやっぱりその何を発信したらいいのかなとか、そのスポーツ、体操は体で表現することが一番なんですけど、それをどうやって言葉にするとか、それにどういうふうに価値をつけるとかを考えるいい機会にはすごいなってるので、なんか、いい機会だなって思いながらすごく恐怖を感じてるっていう正直なところが今あるっていう感じですね。うん、はい。わかりました。これ最初にこの商品をこう並べていくっていうのは、これはなんか、でもこれが販売期間が終了するとこの商品ってなくなるじゃないですか。二次流通になるので。そうですね。二次流通の方はトークンだけになりますからね。面白いなと思いました。はい、僕はこれで、うん、僕そこがずっと永遠に残ってれば続くのかなと思ってたんですよ。ああ、そういうことですね。はい。でも12月2日になったらこれは全部終わるっていうところが、それがすごく価値のあることだし、逆にもうなんか商品をさらにこう並べた方がいいのかなと思いながら、ただその今時点で買ってくれた人の
価値が落ちない商品を今後並べていかなきゃいけないから、並べるとしてもそうですね、そこら辺は結構面白いなと思ってるんですけど、うん、そこって他の人たちも結構悩むところだったりするんですか？一番最初に来るところじゃないですか、何を並べるかみたいな。そうですね、はい、そこはやっぱり各オーナーさん試行錯誤をされるところですよね、うん、で、うん、その、まあ、トークン発行をまあ、ファンディングって呼んでるんですけど、まあ、ちょっとクラウドファンディングのような見た目、体験で販売することで、やっぱり初めにトークン買ってくださいっていうところから、なんか仮想通貨の取引所みたいな体験で、スポーツファンの人に買ってもらうのってなかなかハードルが高いと思うんですよね。っていうところもあって、こう、クラファンっぽくしてるっていうところも実はあったりするんですけど、まあそうすることで、敷居を下げていく。あとは、ファンディングって何回も将来的に繰り返すことができるので、そういう意味だと、こう、新しいファンが、こう、コミュニティに入ってくる、いわゆるトリガーみたいなのって、いろんな切り口があると思うんですよね。今回は、こう、選手を応援するっていうことを、NFT の特典がついたものを買ってもらうことで、まあ、その選手をトリガーに入ってくださるとか、あと、米田さんの指導っていうところをトリガーに入ってくださるとか、今回はそういう形だと思うんですけど、で、また違うタイミングだと、例えばオリンピックを控えてっていう感じで、なんかそのオリンピックに旅立つ選手のこう裏側を見ながら、自分たちも支援を何かしたいみたいな、そういうのをトリガーに入ってくださるとか、なんかそういういろんな切り口が、実際あると思いますしね。なんか、その度ごとに、こう、コミュニティメンバーを獲得する、まあ、増やしていくっていうきっかけにつながると思うので、なので、まあ、そこを、なんか、そのタイミングとどう合わせるかっていうところが一番大事なんじゃないかなと思うんですよね。で、ファンディングが終わると今度は、そこで買った特典とかがこう、履行されていくので、なんか、新しい人たちがファンディングで集まってきて、で、その人たちとの交流、絆を深めていくのが二次流通の期間で、いろんな、コミュニティ活動をやることで、それを実現していくっていう、まあ、そこの繰り返しをすることで、なんかどんどんコミュニティの輪も大きくなりながら、絆も強まっていくっていう、なんかそういう形を作るのがいいのかなと思ってます。うん。わかりました。ありがとうございます。